こんにちは。収益化 YouTuber さんの誕生の瞬間に立ち会えるかもしれませんよ。今回紹介するのはね、昨年 YouTube チャンネルをスタートして、いろんなね情報発信してくださいました。その中でも人気なのはやっぱりね、弱者に寄り添う政策とかね、制度を発信してくださっている、そんな政治家さんを取り上げていくっていう形ですよね。給付金ですとか補助金ですとかね、こういったものも私たちの暮らしを支えるために非常に重要なんですけども、そういう情報をいち早く発信してくださって、多くの方のファンを急速に集めた、そんなサラリーマン、YouTuber、J さん。ご自身も昨年はこの YouTube 活動の中で230万という副収入を得ることに成功してですね、YouTube 活動初年度に200万超えなら結構な優秀な方だと思いますよ。なかなかね、YouTube 活動始めて1年、2年経っても、いや100万円も稼げてないよって人ばっかりですからね。で、2年目はご自身のコミュニティもオンラインサロンという形でスタートしたり、そして YouTube チャンネルももうすぐね、あと5、6人でですよ、1000人超えるわけですよ。その瞬間に立ち会えるかもしれません。まさにこれからビッグになろうとしている YouTuber さんのその第一歩に巡り合ったわけですよね。動画概要欄からサラリーマン YouTuber J さんのそのチャンネルをご覧いただければと思います。それでは失礼します。